解放軍は前線してるわ。私たちもしくじれないわね。大丈夫、俺たちが勝って、アーシャは女王様だ。女王様か。でもなったらなったで大変そうだな。その時は女王を誘拐して名を上げたい空賊の出番さ。アーシャなら自力で逃げ切ってみせるだろう。そこまで強いと思っているの？別に強くなくったってさ、一緒に来たし一緒に行くんだ。誰？俺は全てを奪われた。故郷を捨てた貴様を許せん。残る思いはそれだけだ。守りたいものほど守れはしない。違うか？お前の問いに答えるのが兄としての務めだな。バッシュ、俺は憎悪と共に歩んできた。憎しみが胸に宿る限り決して倒れん。ならば来い。全ての憎悪を力に変えてこの俺に叩きつけろ。剣にて命尽き、それが定めなのだ。俺のセリフだ。そうだろう、ノア。その名で呼ばれる資格はもうない。生きて償うんだな。
ておけ、ラーサ。君主たる者として力なき身の苦しみを胸に刻め。嫌です。僕は、私は無力だとしても諦めはしません。頼もしいな。諸君の死をもって反乱は終結し、ダルマスカの秩序が回復する。無力なる者どもが企てた反乱による無益な犠牲に、この手で終止符を打とう。我が行く手を阻む者には等しく死をくれてやろう。私は新たな覇王となって、人間の力で時代を開く。神々が操る歴史を終わらせ、人間の魂を解き放って、我らが求めた自由をつかむ。
我が行く手を阻む者には等しく死をくれてやろう。いるんだ。ヤオバン、うまく脱出できたみたいだな。シュトラールはいい飛行艇だろう。何をするつもりだ、バルフレア。おっさん、アレキサンダーのバカジャッジを止めてくれる？俺が一生懸命クロスエアリングを修理してるんだ。もうちょいだから特攻なんてバカなまで済んだってね。あなた一体何をしているか分かっているの？王女様、心配ご無用だ。俺を誰だと思ってる？この物語の主人公だぜ。主人公は絶対に死なないのさ。
図取りに戻るからな。傷つけたら承知しないぞ。うん、分かった。俺、待ってるよ。